こんにちは、ネマレスパープルアプリやっていきます。今回は無課金の投手 PG いきたいと思います。ドエ、アーサー、アスネ、オクタビア、マモル、そしてフルヤと、でカロリーバーと招き猫持ち込みです。いきましょう。ということでですね、このサクセスに関しては僕のサブアカの方の投手でついに PG ができたので、ちょっと皆さんと一緒にどういうところを意識して立ち回ったかとか、まあどういうことを考えればこうデッキの力がこうマックスではなくてもこううまくつなげていけるのか、まあいい投手を作っていけるのかっていうことを話できればいいかなと思います。で、基本的にまずマントル辺境高校ですることは2つで、場にいろんな種類の採掘場を揃えるっていうことと、あとは博多アズネもしくは他の彼女の評価を、まあ、セク1の時点でピンクにしておく、まあ、もしくはピンク近くにしておくってことを、この2つを同時並行でやっていくことになります。で、どっちが優先度高いのって言われたら、僕は場を作る方が優先度高いと思います。っていうのも、その場をさっと作るといろんな石が何にもしなくてもずっとずっと入ってくる状態になるので、まあ、その状態って後々効いてくるんですね。まあここで筋力メダル作りたいとか、ここで変化メダル作りたいとか、ここでダイナマイト作りたいって時に石が足んないと1ターン遅れてそれがうまく運ばないっていう状態になるので、それであれば、まあ、ある程度場を作る方を優先するんじゃないのかなというところで、僕はこのびっくり踏みまくってます、セクイチは。で、その中で、例えばびっくり踏んだところにアスネいるとか、あとは精神練習にアスネいるとか、まあ、そういう時はアスネを踏んだりします。まあ、意識してね。で、そうすることによって、しっかりと体力も維持したまま、こう、アスネを攻めていけるという話があります。あとは、今、もうすでに星3つ取って、まあ、カロリーバー今使いましたね。で、ここで怪我せずにびっくりをしっかり踏もうと。なので、僕はでかいタックってよりは、場を整えるためにバンバンカロリーバーは使ってます。まあ、場合によっては2つセクイチで使いますし、まあ、大体1個使って1個ぐらいはダイナマイトタックに備えたいなという感じの動きをしてます。で、今、亀石と雫石が、まあ、雫の方は2個取れてますね。なので、あと宝石が取れれば場は揃うなっていう感じで、まずはアーサー行きましたと。で、これで、もうほぼほぼ場は整ったっていうのと、今、アクセサリー屋が入ったので、これアスネのために立てていくのと、あとはデッキパワーが足りないっていう時は、えてして、こう、いろんなキャラクターの評価がマックスに上がりにくいので、まあ、そういった意味でもアクセサリー屋を立てるための星、まあ、成績は早めに確保して動くのは大事なんじゃないかなというところです。で、こういうアスネ一人で全然うまくもなんともない練習っていうのは最近はもうスルーするようにしてます。まあ、最大値狙いではないですけど、まあ、それで遅れてしまうアスネの評価っていうのもあるので、どっちがいいとかではないです。ただ僕は、もうそういうなんか細々したのは結構捨てています。これは踏むかもしれないですね。結局コントロールのところは今その雫石もらってももう2つ取れていて守るはいらねえなっていうところと、あとは枯渇がね、かなり進んでしまうのでコントロールのところは結構こう神経使ってコントロールは踏むようにしてます。で、アスネがあと1回ぐらいって感じですね。で、これ多分アスネ行くんじゃないかな、さすがに。まあ、ここもさっきの守ると同じ理論です。まあ、守るを言って、あ、でもこれ守り来そうっすね、さすがに。守り来ますね、これ。あ、アスネ来ましたわ。アスネ来ました。ごめんなさい。で、アスネがしっかりと告白くれましたと。で、やっぱり今守る、まあ、切れ取りに行ったんで、まあ、守るの方行くのかなと思ったんですけど、さすがにやっぱリスクは取んなかったですね。で、全員評価行ったんで、アクセサリー屋は崩しますと。で、今からは、まあ、とにかく、ダイナマイト待ちっていうのと、あとは、亀石がレベル、もう一個上げられなかったら踏むかもしれないですね。ただ、ダイナマイト入ってますね。デートしますね、これ。まあ、宝石の方を優先です。っていうのも、やっぱ、そのダイナマイトが宝石3水取るんで、結構しんどいんですよね、普通に。これ買えるかもね。で、アスネはハイとローを行き来して、変化球ポイントを貯められると、まあ、美味しいので、普通にハイローにしてます。で、ダイナマイト立ちました。で、ここしかも、球速練習がめちゃくちゃ強くて、オクタビアが宝石くれますね、という状況になってます。で、これ多分、一番下、取らないのか。あ、まあ、アスネじゃねえや、オクタビアでしたね。大丈夫かな、今日。で、ここでしっかりと宝石の採掘場をゲットしましたと。で、ここは体力勝負ですね。マックスだったら大体やりますけど、そうでなかったら大体回復の方に回します。
これ、同へ行くかな。宝石じゃない。成績一応3来てますけど、ね、伸び骨来てないんで、まあ行く感じですかね。逃げ玉は一応コツを待つ感じにしてます。あとは宝石もこれで取れるんで、ね、打力強さ。で、ここは確実に手応えを取っていきましょう。まあ、手応え、まあ、その、守るの方がね、幽門果敢の骸骨の対、強打者丸でもいいんですけど、まあ、大体手応えの方が変化球ポイント足りなくなるんで、まあ、取った方がいいんじゃないのかなという話です。で、購買部立ててないんで、もうダイナマイトがマックスになってますね。ただ、まあ、購買部を立てるための丸石が全然足りないんで、まあ、今のところは、自重してダイナマイトタックが一回来て、それからっていう感じで考えてます。なんで、早めに、まあ、そんなに強くてもいいので、そんなに強くなくてもいいので、ダイナマイトタックって起きてほしいんですよね。で、ここは亀石レベル2にできるんで、普通に踏んでいきます。伸び骨ありがてえ。まあまあいい流れっすよね、やっぱり。で、ここ上で勝負する。はい、ありがとう、縛り。これもらえるかもらえないか、だいぶでかいんで。これ、踏むのかな？まあ、ダブルタックで入ってますけどね、丸石が。悪くはないですよね。うん。まあ、購買部2個立てしていくかもしれないですね。ああ、行きましたね。ツルハシ上げるかな？どうだろう。ツルハシはスルーしましたね。まあ、上げちゃってよかったとは思います。はい、行かなかった、結局。結局、こう見ると、僕ってその最大値を狙って、まあ、ああいう小さいタックは行かないっていう感じの立ち回りにしてるみたいですね。どう、うん、まあ、難しいね。さっきのスルーしたらこれ別に行かなくてもいいけど。うん、デート行き、どうすんだ？亀石取りましたね。で、結局休むも使うので、ああいう亀石が5とか、まあ、なんかの石が5とか入ってるのは結構大きいと思います。で、ここは大凶でしたと、残念ながら。で、しっかりと宝石はレベル2にできました。で、亀石のところは踏まないと思います。そこの枯渇は本当に進めたくないんで、まあデート行きますね。で、まあ組んでるデッキによって、まあ例えばコントロール2とか積んでたら、ああいうの踏んでもいいと思うんですよ。ただ、まあ同意だけだと本当にすぐ枯渇するので、まあダイナマイトの発生率を下げないためにも、まあそこはっていう感じです。で、これ変化かスタミナ行くかもしれないですね。でも行く必要もないか。まあ、変化はワンチャン行ってもいいけどね。さあ、どうするんでしょう。ちょっと迷ってはいますが、踏みそうですね。スタミナ踏みました。結構こう、宝石をガッと集められるっていうところと、スタミナは3枚積んでるんで、枯渇は、まあ、ある程度踏んでも進まないっていうところを、まあ、考慮したんだと思います。これは同意ですね。球速めちゃくちゃ上げるじゃん。まあ、オクタビアが走ったからだとは思います。鶴橋行くのかな？うん。ここはステイしましたね。で、胴へ踏みましょう。やる気だ、下げでよかったわ。招き猫持ってくと、もうほぼほぼこれ起きるんで、ほんとサボり癖と不眠症がマジで怖いんですよね。これスタミナ行くかな？どうするんだろう？あ、休みましたね。スタミナはほんとダブルタックとかトリプルタック来たらめちゃくちゃでかいんで、その直上げが。まあ、バンバン踏んだ方がいいっていう話ですね。で、セクさんに行きましょう。で、ここ大丈夫、ほんとでかかったっすね。体力の最大値アップと。で、行くとこないので、まあ丸石取ってもいいしって感じですね。で、購買部をね、なんとかレベル3に早く上げられるといいなっていうところです。で、体力の最大値が限界になりました。で、これ行くべきところはないので、デートか、まあデートじゃないのかな。それかもう、ツルハシ砕きそうですね。あ、砕かなかったわ。うん、結構意外。まあ、普通にいいツルハシにもう運用してっていい感じではあるので、まあ、そのうち行くとは思います。まあ、雫石のところはちょっとこう立てられるんでね。まあ、そこを立てながら、いいツルハシを運用するっていうところだとは思います。で、これ普通に星3かな。あ、崩しましたね。
で、星3を取りに行きました。で、オクタビア走ったんで、さっき上げといたのが効きましたね。で、アーサーも走りました。で、ここでようやく、まあ、それなりにまともなスタミナタックが入りました。で、ここを上げて、普通に踏むでしょう。まあ、スタミナ上げて、ある程度、で、雫のところは貯蔵庫に変えてしまっていいような気がしますね。ああ、変えなかったですね。まあ、多分今のは変えといて、活気をマックスにした方が、点数伸びたんで、その方が良かったかなって感じはします。雫はもう数足りてるんでな、ある程度。うわぁ、まあ、なしではないな、変化。結局変化全然集まってないんで、ただ同栄のこの守備もめちゃくちゃうまいっす。この辺は難しいところかなと思います。で、雫石行きましたね。で、同栄の方に行きました。コントロール。まあ、こう見ると基礎骨うまくいってますね。で、同栄が走りました。で、ギリギリ、まあ、街道全然足りてるんで大丈夫ですと。で、これ普通に勝負ですね。変化めちゃくちゃ強いっす。で、カロリーバー使って、まあ、こういう時に使ってますか。こういう時に使ってますか、僕。で、アーサーがやっぱり一応変化で光るっていうところで、タックものはある程度あるので、まあ、守るとのタックで技術も取りながらね、前に進めるのはかなりいいことかなと思います。で、同栄はかなり成功ですと。で、石状況が、まあ、この時点でかなりいいバランスになってきてますね。わー、強い。これは普通に行くしかない。この3タック、この3タック起きるかどうかですよね、本当に。めちゃくちゃ強いわ。でも、ムービングファーストとかも伸ばしてますね、手を。で、まだ休息骨がね、守るからもらえてないので、まあ、どうにかこうにか筋力を吐けさせながらっていう感じの動きをしてます。強い。まあ、これが入るか入らないかな、マジで。で、アーサーが完走です。で、ここは撃たれて体力は残念ながら消費になりました。ただ、まあ、うまいタイミングで何も起きなかったのと、まあ、同栄のコツも入るんで、おそらく精神でしょう。ちょっと場のことを考えてますね。そろそろ、もう一個貯蔵庫立ててもいいのかなっていう感じです。逃げ玉。まあ、骨状況は、結束骨以外はかなりうまくいっている感じだと思います。奪三振もまだないかな、多分。うん、脱走心もまだないですね。うん、いい感じ。行きましょう。で、ここはコンピューターに任せているんですっと終わります。で、まあ残念ながら勝てなかったですが、引き分けならまあいいでしょうと。この体力消費きついな。あ、これは当然勝負ですね。こんだけ強いんで。これで勝負しなかったらもう本当に何のためにサクセスしているんだっていう状態になりますからね。まあ、ドキドキはしてます、やっぱこういうのは。でも 10% あるだけで怪我って普通に付きまとうので、で、緩急のコツも入りました。で、うまく休みも入れられそうですと。これもさすがに鶴橋砕くでしょ。スゴツルと亀石、まあ言っていいと思います、両方。うん。宝石はもう数足りてないんでね。で、デートでしょう。雫いらないっすもんね。なんでまあ、その、でかいタックをやはり待ちながら、その他の時は、石集めとか、あとはデートを消化して、こう、宝石と心石、まあ、心石ですよね。を、まあ、バンバン集めていくっていう感じの動きをしてます。で、まあ、これ見ると技術が結構足らないんで、まあ、そこを意識したいなという感じにはなってますよね。これは多分スルーですね。普通に。デートでしょう。で、まあ、後で、こう、成績の貯蔵庫とか、まあ、他の、宝石もちょっと残ってるんで、まあ、そういうのを作るときに、手間取らないようにしておくんですよ。こういうので。で、それを、こう、タックを待ってるターンにしておけば、まあ、ある程度、こう、進むんですね。これ行くかもしんないね。まあ、枯渇状況を見て、まあ、少量で、ちょっとこれ枯渇一気に進みそうだなっていうのもあるんですけど、まあ、取れるとでかいよなっていうのもありますね。まあ、スタミナと迷ってると思います。さ
さすがにこれ守るある？あ、守りきましたね。意外なところ行きましたね。急速骨狙いと、まあ、やっぱコントロールは逃げとこっていうところなんでしょうね。で、ここで一応8542点出てますと。まあ、ここの砂漠ではかなり出てる方ですね。スタミナタックを踏みながらなんで。で、ここである程度、まあ、いいタックがめちゃくちゃ来ましたと。で、これ、コントロールいくかな？どうすんだろう。まあ、変化でもありですが。コントロールいくかもしんないですね。こんだけ不足してたら。まあ、変化もあり、普通に。まあ、コントロールいくと、まあ、技術は、まあ、めちゃくちゃ安心しますが、これ一気に枯渇する可能性ありますね。ただ行きましたね。やっぱ技術が全然だなって感じだったんでしょう。で、ギリギリ枯渇も行かなかったのでラッキーって感じと、この変化は普通に強いですね。うん、まあ順調でしょう。ちょっとばかし精神が足りなくなってきているので、まあそこに関してはスタミナタックをうまく踏みながら、あとは宝石の採掘場を作りながらっていう感じの流れになると思います。うん、まあ強いよね。一応160キロ乗ってまだ600点筋力残っているので、まあまあほぼほぼ大丈夫でしょうと。うん。やっぱアーサーがなんだかんだ効きますよね。スタミナと変化両方で絡んできてくれるので、まあ強いなって感じはします。これ普通に休むかもな。もうデートしなくてもいいくらい溜まってきてはいるような気はするので。うん、結構悩ましいんですよね。アスネだと、その結局、カラデート絡む時あるので、それやられると、まあこういうタックとか踏めなくなるんですよね。これはスタミナいくかな？どうすんだろう？筋力いくのかな？ああ、まあ、うん、難しいとこですね。まあ、スタミナでいいような気はします。もう技術結構足りてそう感もあるので、まあ今はスタミナの方がいいんじゃないのかな。迷ってはいますね。さすがに。まあ踏むには踏むと思います。で、宝石行きましたね。スタミナ行きそうかな。ああ、でもこれ筋力か。なんかすごい筋力を見つめてますね、ずっと。筋力見つめてますね。東大クドドって筋力ですね。うん、筋力ですね。あとは、まあ、なんとか精神を集めていきたいという感じですね。うん、こう見ると、ちゃんとサクセスしてるな、僕。今、落ち着いてこう喋ってる時より全然いい、こう判断をしている。で、ここは、同栄の精神ボタンが入んなかったんですけど、アスネがいてくれたおかげで結構精神が入る、筋力タックになってくれてますね。まあなんでやっぱ同栄の50とかやっぱ威力はでかいんですよね。こういう時に精神ボーナー効いてきたりするんで。なんでまあ、まあなんとか50には持っていきたいなーっていう感じはしますね。まあ来年にでもね、こっちのアカウントは。まあ来年までマントル環境であるかどうかは全くわかりませんが。うん、まあとにかくいいバランスで動いてますね。あとは精神だけっていう感じです。スタミナ踏むのかな。まあ残り次第でしょうね。あ、ゼロになってますね。まあ踏んでもいいです、ゼロなら。ただ5号宝石一応上げれるっていうのと、あとはまあスタミナ踏まなくてもいいですね。次以降のタックにかける感じです。で、宝石じゃねえや、成績って立ててんのかな。あ、立ててないですね、休みました。今結構かけで動いた感じですね。そうすると変化いくのかな？まあ、行っても行かなくてもどっちでもいいと思うが、ちょっと難しい判断が。あ、成績行きましたね。もう亀石は十分あるなっていう判断ですね。まあ、精神で枯渇狙いですね。もうちょっとでかいタックを待とうっていう感じだと思います。さすがにスタミナ行くでしょ、これ。うん、まあ結局、モグラで持ってかれるんだったら、スタミナ踏んでいいっていう判断ですね。まあこう見ると結構やっぱ強いっすね。あと変化踏めてんのかな、これ。踏めないと足んないけど、全然。うん、スタミナ行きましたね。で、守るがポイントくれました。
で、試合の方はすでに全カットしてあるので、まあ、サクッと進みますと。ちょっぴり9回にしてますね。もう諦めてないかな、僕。もうこれだ、このサクセス、まあ悪くはないけど、あんま4、セック4ハマってねえな、みたいな感じかもしれません。で、勝てました、と。でもタック来るんじゃないかな、こんな感じだったら。で、当然ながら、ここ踏むとこないので、まあ、亀読んでもいいし、精神練習でもいいしっていうとこですね。まあ、監視所作って爆発待ちましょうですね。で、ここでしっかりと変化タック入るんですよね。これ結構強いです。活気3上がるんで。うん、まあまあですね。変化これで足りた感じでしょうね。何作るんだろう。まあ、おにぎりとかでもいいけどね。で、まあ、活気の関係もあるので、今のところ、成績は潰さなくていいかなって感じで、ここは普通にいってます。で、尻上がりもこれでかいですね。結局なんかコツ関係が、まあ、基礎コツは来なかったんですけど、まあ、うまく入ったんですよねっていうのはあると思います。さあ、行きましょう。で、勝てました、と。なんか、コツ関係の勝利なんだな、結構。で、最後なんですが、まあ、一応変化タックが、それなりのが入ってくれてますと。で、当然、まあ、2箇所、潰してから、まあ、取りに行く感じですね。171はこの時点で乗りました。で、筋力計もほぼほぼ全て取っているので、まあ、そんなに心配はないでしょうという感じです。で、枯渇じゃねえや、活気が下がったんで、活気を上げて、それから、変化タック踏みに行く感じですね。まあ、正直何でもいいよね。まあ、筋力いらないんで、今は、亀石を使いに行った感じですね。うん、強いわ。バランスの勝利なんだな。で、まあ、スタミナ連が、なんかすごくいいやつ入った気がするんだよな。ここじゃないか。これは休みでしょうね。まあ休んでスタミナ連狙いだと思います。もう休息いらないので、とにかく精神欲しいっていう感じなので。うん。で変化球も75まで来てますし、まあバランスがいいですよね。まあ精神がもちろん今足りないですけど。なんか僕の気のせいじゃなかったら、スタミナ3タック入った気がするんですよ。それで全て一気に整った感じですね。なんかどっかのいいサクセスで絶対3択入ったんだよな。で、ここはさすがに、それなりのバランスになったんで、しっかりピンチャンで勝てました、と。で、ここのコツが安全圏でした。うん、スタミナ入ってますね、やっぱ。あ、ダブルタックですね。ただまあ、こういうのが、やっぱり甲子園の後でも踏めるので、まあ非常に大きいですよね。なんでスタミナをこう積んでおくっていうのは、こう後々にも効いてくるので、まあ本当にやっといた方がいいなと。まあその、なんでしょう。デッキパワーが足りない時はスタミナの直上げに頼るべきだなっていうのは、まあすごい前からしてます僕は。本当に。まあ三島が導入されてぐらいからしてますね。で、ここで奇跡の3タック入ります。で、これで精神が本当に 11? で、前の時の9ポイントも上がったんで、20ポイント分ですよね、スタミナの。をセーブできたんで、それってもうそれだけで200点以上のセーブになるんですよ。なんで、それで一気に整った感じですよね、これに関しては。筋力がすごいことなってると。筋力がすごいことなってると。筋力どっか使えたのかな結局。玉持ちは取るんじゃないですかね。うん、筋力余ってますね、普通に。アウトロー球威とかあれば。強。あ、まあ今見るとやっぱ強いっすね。なんか、よくここまで整ったなって感じですね。まあやっぱスタミナのダブルタック、トリプルタックが、最後バンバンってきたのがめちゃくちゃでかかったっすね。そのおかげで、なんとか整っている感じになってますね。うん、ピンチ取っていいね。はい、行きましょうということで、勝てましたと。
なんで、なんかその、めちゃくちゃ凄まじいタッグができるわけではないです。ただ、やっぱり、うまい具合にバランス整えながら、最後、スタミナタッグで整える。まあ、時間上げで、どんどんこう、スタミナのところも、筋力と、あとは精神を整えるってことをすれば、まあ、なんとか、作れないことはないなっていういい例でした。16,700点も出てますしね。スタミナ時間上げあんだけやって。で、フレアは、例によって触れまらしているんでっていうところですね。で、最終的な特能がこんな感じで終わりですと。はい。で、中継ぎですが、まあ、PG が無課金でもなんとか作れましたと。まあ、夢ありますよね。多分、エースにしたら SS8 先発乗ったかなと思うので、もったいなかったといえばもったいなかったんですけど、やっぱりその、井の一番でね、無課金 PG できましたはやりたかったんで、まあ、ここは中継ぎにして、まあ、チームの更新をかけさせていただきましたという感じです。で、これで、まあ、中継ぎですが、80ポイントぐらい上がって、で、その後に生放送をしたのかな。で、生放送をして、なんとかね、PG3 ランクまで、今のところは上げることができてます。で、今年の目標が PG ランクだったので、ちょっともう3ランク、こう、情報修正って感じにはなってるんですけど、また来年以降もね、いろんな、こう、インフレーションが起きると思うので、まあ、それに合わせて、こちらのアカウントゆっくりと遊びながらやれればいいかなという感じです。今回の動画は以上となります。これ本当に結構頑張って作ったものなので、ぜひ皆さんコメント、そして高評価いただけたら嬉しいです。まあ、無課金の星と言われるようにね、頑張るつもりですので、こちらも応援ください。また次の動画でお会いいたしましょう。